9連勝で2と7ゲーム差だと、小野瀬ファンの反応。わい、ちな役、阪神さんの強さをさすがに認めざるを得ない。阪神を追いかける球団がないから終わり。ヤクルト延長して満塁の場面も作ったのに何してん。なぜ花火大会してたヤクルトが京セラ来たら投手戦になるんや。青柳の四球失点ワイルドピッチ失点と続いて今日は無理やろって雰囲気あったのに勝ち寄る。7ゲームはいかか。この前週になったのにもう7ゲームさてどうなったらそうなんねん。チニチア上げてきたな。確定やなこれ。せ、パドモにもう1位は決まったかな。あとは2位争いやで。阪神こんだけ勝ってもまだマジックつかないんやな。佐藤まで貢献しだしたら手のつけようがない。青柳、ビーズリーやろな。ところでファンはまだ帰れるんか。なんでマジックつかんの。あと直体重試合。ヤクルトが CS 来るのが一番怖いし、それも畑けてええ感じや。阪神強すぎひんか。この熱湯で勝ちを拾うか。疲れた甲斐あるね。阪神こっからあれできなかったらやばいでしょう。まだ広島に貯金9ある危険やわ。今日で決まったんちゃうか。よぎるは15ゲーム差ないと危ない。9連勝してもチニドラに追いつけん。阪神が最後に負けたチーム、チニドラ。モートマン、助けてくれ。2008年があるからな。最後のセンターポロリは何やねん。これ下手したら9月半ばには胴上げちゃうか。背の貯金は阪神に回収される。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。